中日新聞の新入浴。今日はね、新聞屋さんがね、間違えてね、新聞入れちゃったっつってね、それでまあ、中日新聞がね、手元にあるんで、まあ、これ処分してくれって言われたんだけど、まあ、処分する前にね、一応やっとこうかと。ただなんだけどね、第4波本格化、国内重症者最多1144人。だから、国内重症者が最多ってことは感染者は、最多じゃないんだろうね。感染6000人超3日連続だから3日連続で、もう感染者は、最多ではないと。今日はね、昨日かで県内は52人感染と。で静岡県の感染者数っていうのが出てて、コロナ病床使用率と、これ県内だね。まあ相変わらずガンガンやってるけど、で強毒化してるってね、あの坊主頭のあの丸顔のあのおっさんが言ってたけど、医者ね、ほんと大丈夫かよお前って言いたくなるよね。何をもって強毒化なのかっていうところが、要するに若い人が40代50代ね、が重症化して死んでいくというようなね事例があるから、強毒化って、いやいやいや、じゃあ年寄りはどうなのよ。今までね、年寄りバンバン死んでって、まあ、60、70、80ね、でその人たちの割合が増えていて、その人たちの死んでいく割合も増えていて、なおかつ、40代50代でも増えていると、全体的に増えているってなれば強毒化なんだけども、40代50代でも死ぬようになったと。でもね、6、7、80代の人たちは死ぬ人が減ってるとか、よくわかんないんだよ、そこら辺が。要するに、死ぬ対象が、例えば高齢の人ね、高齢の人が、まあ今もうね1年経ってるから、高齢化の人がもうある程度死んじゃってるっていうのはあるかもしれないけど、まあでも毎年年を取ってるわけだから、要するに疾患のある人が死ぬ確率が増えた、要するに高齢というよりも、疾患のある40代50代でもね、何かしらの要するに病気を持っている、そういう人たちが、死ぬようになったっていう、それそういうふうに重篤化する人の対象が変わったっていうこともあり得るわけよね。だからそこら辺のエビデンスを出してほしいわけよ。でエビデンスを出した上で、こういう数字があるから、こうで強毒化していると、いうような説明があれば、あ、なるほどなと思うんだけど、まあ、もちろんね、NHK のニュースで流れただけの話なんで、そこまで細かくね、解説する時間がないのかもしれないけども、だったら放送するなよと。その部分だけ切り取って、強毒化したっていうふうにセリフをね、その部分だけ切り取って NHK のニュースで報道するなっつうのよ、いちいち言ってる。本当にもう NHK、 中日新聞の悪口を言おうとしてるのに NHK の悪口を言ってるみたいな感じでね。感染症対策加算って、診療コロナ以外でも、コロナ以外でも、なんか医者だけ守られてるような気が。ユースクって何だったっけ、ユアスクープ、4月9月時限的処置、これもよくわかんないな。まあ、県内もね感染者増えてるで、まあ、病床使用率も増えてるわけだから、県全体では 28.2、 重症者数は 13.2% に下がってる。インド4区工場停止、鈴木16日まで延長、新型コロナウイルスの感染急増拡大。酸素が足らないとか言ってたね、そういえばね、医療用酸素の不足が深刻化している。まあ、日本も送ってるんじゃないのかなと思うんだけど、まあコロナ優先というのはしょうがないよね。ただインドがなんでこんだけ爆発的に感染してるかっていうのがね、ワクチンもね結構接種していながら、
昨日浜松駅のね、観光インフォメーションセンターの、当番をしてて、浜松駅コンソールの中をね、いろいろと観察していたんだけれども、子供、赤ちゃんから子供ね、小学校低学年ぐらいまでの子供らがマスクをしてないわけよね。でマスクしてないし、もう平気でベタ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 そこら中触りまくってるわけよね。なんでこれで感染しないのかなっていうのが不思議なのよね。要するにマスクしろマスクしろ言ってね、3密を避けろって言いながらも、新幹線に乗ってとか街の中にこうかっ歩してるような子供たちが、要するにマスクもしないでベタベタあちこち触っていると。それでも感染拡大、子供の中でね、感染拡大というような話が聞かない。多分これ浜松だけじゃなくて、全国的に、そういうものなんじゃないかな。インドもなんかもそうだと思うんだけれども。ということは、大人がかかりやすい環境、要するにマスクもちゃんとしていて、手洗いもちゃんと、うがいもちゃんとしている、できるようなね、大人たちが感染するっていうのはね、なんだろうなって思うわけよね。で、一つ考えたのは、子供たちっていうのは、大人っていうのは、要するに親とは話をするし、おじいちゃんおばあちゃんとも話をするけども、知った人とは話をするけど、僕みたいに知らないおっさんとは話をしないわけよね。そこが一番大きいんじゃないのかなと。お店に行っても店員と話をしない。お母さんとは話するけども、店員とは話をしない。だから街でね、子供に話しかけるおっさんとかもおばはんとかいるけど、それはやめた方がいいよね。子供たちにね、声をかける「あら可愛いわね」なんて声をかけるのはやめた方がいいよね。でだから結局ね、大人も話をしなきゃいいわけよ。マスクしてなくても、手洗いしてなくても、店員、お店に行っても店員と一切話をしない。それから、いろいろとね、飲み会行ってもっていうか、食べに行っても、飲みに行っても、外食に行っても話をしない。要するに店員とも話もしなければ、だからマスクをした店員と話をしても結局うつるんじゃないの？違うのかな？そこら辺がよく分かんないんだけど、要するに子供たちは、他人と話をしないと。子供たち同士ではね、話をしたりするかもしれないけれども、大人の他人と話をしないと。そこなんじゃないのかなっていう気がするんだよね。だからインドのこの感染拡大なんていうのも、インドっていうのはいろんな人といろいろと喋るっていうような、もちろんハグしたりね、そういうハグはないのかな、握手とかあるのかな、よくわかんないけど、インド行ったことないんでね、インド人の知り合いもいないしね。なんかそのあたりは、要するにポイントなんじゃないのかなと。要するに子供から学べと。なぜ子供が感染しないのかと。森町の新東名バス炎上、これもね、要するに通行の対向車線を通行していた、車がね、炎上しているバスをね、動画でね、撮影したっていうのがあってね、それでやたら NHK も全国放送でね、流すみたいな、アホなことやってるんだけど、そんなめ、もう映像があるとすぐ取り上げるっていうアホさ加減。今日の紙面、本多天皇杯へ、接種後に陽性相次ぐ。これも不思議だよね。要するに、RNA ワクチン、ね、要するに遺伝子組み換えワクチンだから、今までの卵でね、培養してっていう生ワクチンと違うわけだから、要するにその病原菌を弱体弱くして、それを体内に入れるとかっていうわけじゃないから、要するに感染しづらいくする DNA 遺伝子組み換えで感染しづらくするっていうようなね、ワクチンなんだから、なんで接種後に陽性なんだろうって、ちょっと不思議だよね。読んでないから分かんないけど、図書館の本自動で除菌、
浜松海岸クリーン作戦。まあこういうのもそのクリーン作戦が、まあね、もちろんね、やらなきゃどんどん汚くなるわけだからやるしかないんだろうけどね。人工物はどうしてもね、中国から、まあ、中国だけじゃないかもしれないけど、海がつながってるからどうしてもね漂着するよね。まあ、嵐になれば木とかね、そういうのももちろんだけれども人工物も漂着する、でそれは日本のものだけとは限らないからね。母の日だけ、母の日10分だけの面会。これもね、俺ケアマネージャー、まあ、知ってるケアマネージャーと話してね、いろいろと話したんだけども、やっぱり今ね完全ブラック病院になっていると。要するに 面会者列、ブラック病院、ブラック養護施設、ブラック介護施設、もうとにかく面会させない、もう面会させないっていうことが、こう要するにね、コロナ対策で、それがもうはっきりとね、僕なんかにするとね、うまく利用されちゃってるんじゃないかって、まあ、全くその、要するにそのケアマネージャーにしてみれば、要介護者の状態が全くわからないっていうふうになっちゃってるって、もうこれはもう逆に問題なんじゃないかのかな。要するにちゃんとね、定期的にね、まあ、1週間に、できれば1週間に1回でなければ1ヶ月に2回とか、定期的にね、そういうのがね見れる状態にしなかったらまずいよ。でもしね、面会者でなんだかんだやるんだったら、リモートで動画配信しろよっていう話よ。要するに動画撮って、そのね、その状態、要介護者とか病人の状態を、YouTube で動画撮影して、でその病院の例えば YouTube チャンネルにアップすると。でそれは非公開っていうか、要するにそのアドレスが分かる人にしか見れないっていうようなふうにアップできるんでね、動画アップをできるんで、その動画アップしといて、でそのアドレスをメールもしくは、LINE でも何でも、まあ要するにそういうので、知らせると、親族家族にね知らせると。そうすると家族だけは見れるわけよ。その、まあ、もちろんその家族がね、なんだ、親族に、見てほしい親族に、そのアドレスを拡散すれば、メールとかでねお知らせすれば、その親族も見ることができると。それよそで暮らしてるね、まあ、そういうようなこともやらなかったらね、完全ブラック病院、ブラック介護施設、状態、もう本当にねどうしようもないね。中日新聞、最後を読むと、最後長いな。もちろん静岡ちゃんもこのまま黙っては、今や世界史で T レースといえば19世紀中国から英国に、茶を輸送する帆船の競争のこと。その競争が船の性能を上げていったように、両県のトップ争いは日本の茶の味をさらに上げていくのだろう。19世紀、100年前、200年前、茶摘み、茶の産出額で鹿児島県が静岡県を抜いて初めてのトップに立ったっていうところから言ってるわけね。中国と英国の話を持ち出してるわけね。関係ないでしょ全然関係ないと思うんだけど、なんでこんな中国を出してくるわけ。中国って帆船そんなに良かった、あ、違う、要するにイギリス、英国の帆船が性能を上げたって話なんじゃないの、中国の帆船じゃなくて。なんかよくわかんないよ。中国の帆船が良くなったなんていう話はねえ聞いたことない。
というところで、番外編中日新聞の新聞役